では皆さんね、この状態から両手を前についていきます。で少しね、膝を、かかとをゆっくり外側に離してもらって、少しね、足の付け根を軽く伸ばします。ちょっとこう少しね、骨盤を少し前後に動かす感じですかね。付け根をぐーっと伸ばします。はい、ではそこからゆっくりゆっくり膝を閉じていきましょうです。そして肩の真下に手首、足は腰幅ぐらいに開きましたら息を吐き出します。吸いながら体の前を開いてアップキャットで背骨を軽く反らせましょう。吐く息で足の甲を寝かせて背中を丸めて、おへそを内側に引き込みます。ダウンキャット。さあ呼吸に合わせて繰り返していきましょう。吸って胸を開いてアップキャット、吐いてダウンキャット。吸う呼吸で骨盤を前に倒し、背骨を少しずつしなやかに反らせます。軽くお腹に力を入れながら、吐く息で手のひらと内膝でバットを少し押して、腰や背中を伸ばしていきます。あともう一呼吸、二呼吸してみてください。では次に吸う息で胸が開いた方から、次の吐く息でここからダウンドッグに今度は入ります。ダウンドッグに入りましたら、初めのダウンドッグですので、足踏みをしながら足裏の筋肉を少しずつ、ね、ほぐすように動かしてみてください。ゆっくりで結構です。足の幅はだいたい腰幅ぐらいに開いていきましょう。頭をストンと下ろして、首をリラックスさせながら、肩がぐっとね、上がってるような感覚がありましたら、ちょっとね、肩のスペースを軽く広げて緩めてあげてください。であともう一呼吸していきます。ゆっくり動きを止めましたら、一度息をはーっと吐き出していきましょう。では両膝をつけていきますね。両膝つけましたら、もう一度息を深く吐きます。今度は、右の膝、ね、膝から下の部分を外に開いてみてください。右の膝を外、そうです。そこから左の足をスーッと、ね、横に伸ばします。で皆さん、その左の壁側の方に向く感じですね。そこから今度は、上側の手、左の手を上にスーッと、ね、引き上げていきましょう。左の手を上に、そして吐く息でその左の手を耳の横の方にね、下ろします。左側の体側の伸びを感じてみてください。もし首が痛いようでしたら、姿勢下に向けてもらってね、大丈夫です。あと少しね、両足の付け根を気持ち前に出して、付け根を伸ばして、体側も伸び伸びと伸ばしましょう。あともう一呼吸です。で吸いながらゆっくりとちょっと上体を起こしますね。腹筋を使って上体を起こして、両手肩のラインです。吐く息でこのまま左側に軽くスライドさせて、左の手を左足のところに置きます。吸いながら右の手を上に持ち上げてから、吐く息でその右の手を耳の横の方に、ね、近づけていきましょう。呼吸を繰り返します。今度は反対側の体側の伸びを感じながら、尾骨を、ね、軽く下げて、腰が反らないように気をつけてみてください。 そうですね、そして吐く息で骨盤底も軽く締めましょう。膝とかお尻の穴キュッと締めて、お腹も締めます。はい、では吸いながら戻して、吐く息で右の手を下まで下ろしましょう。そして左の手を上に、そのまま吐く息で左の手を耳の横までスーッと伸ばしていきます。でその左の手をね、斜め上方向にスーッと引き上げてみましょう。軽く引き上げる感じで、そこからちょっと腹筋を使ってゆっくりと左足を少し浮かせます。でかかとをね、押し出してみてください。じゃあ一旦ね、左膝を軽く曲げて、軽く曲げてから、このまま膝ぐーっとね、伸ばします。
で足裏で後ろの壁を押すような感じです。左のかかとから左の手の指先まで斜め一直線上になるように少し、ね、体幹を使って体を温めていきます。代謝を上げていきましょう。吐く息で左の足をゆっくりとポンと、ね、下ろします。下まで下ろしたら左の手をゆっくりと下まで下ろして、で足を戻して四つ這いの姿勢まで戻っていきましょう。戻りましたら息を吐き出します。でここで、ね、骨盤でぐるっと円を描くようにヒップサークルをしていきましょう。反対回しもゆっくりと回します。では一度お尻をかかとにつけてチャイルドポーズでお休みしましょう。息を深く吐きます。腕肩の力、腰や背中の筋肉の緊張も緩めながら、ゆったりとした呼吸を繰り返しましょう。はい、それでは一度ね、頭が最後になるようにゆっくりゆっくり起き上がります。起き上がりましたら深呼吸です。今度反対側していきます。両手を前について四つ這い姿勢になっていきましょう。今度は左の膝を外側、膝から下を外側に、右の足を横にスッと、ね、伸ばします。でそこから今度右の手を上に持ち上げていきましょう。吐く息で手をゆっくりと耳の横の方に、ね、下ろしていきます。この時にちょっとね、お腹に力を入れておいてください。目線どこでもいいです。呼吸繰り返します。今伸びているところ意識を向けながら、あともう一呼吸取っていきましょう。そこから腹筋を使って上体をゆっくり起こします。起き上がりましたら両手肩のラインです。で吐く息で今度は右側にスライドさせて、右の手置きやすいところに置いていきましょう。吸いながら左の手を上にスッと引き上げてから、吐く息で手を耳の横の方にゆっくりと下ろします。この時もね、目線どこでもいいですよ。上を見上げても前でも下でも、尾骨を軽く下げて、そう、骨盤底を締めながら息を吐きます。そう、体を気持ちよく伸ばすように左側の体側を伸ばしましょう。吸って戻して、吐く息で反対側です。この左の手を下、右の手を上に、次の吐く息で右の手を耳の横まですっと、ね、伸ばしましょう。下ろします。あともう一呼吸です。半円のポーズになります。さあ今度はね、その手の指先ちょっと下に向いてた方は斜め上方向に向けていきましょう。そうですね。でそこから右の足をふわっと浮かせます。まずはもう数センチぐらいでいいですね。そこから一旦右膝を一度曲げて、でそこから足裏でぐーっと後ろの壁を押すようにします。右のかかとから今度は右の手の指先までがこう斜め一直線上に長く伸びるように、足の位置は無理に上げなくても、ね、大丈夫ですので、上げられる範囲のところで、あと一呼吸取っていきましょう。ガーガー吐き切りましたら右足と奥にポンと、ね、置きます。そこから右の手を下ろして、そして四つ這いの姿勢にゆっくりと戻していきましょう。戻りましたら息を深く吐いて、ヒップサークルをしていきます。で、ね、ここから足の指先を立てて子犬の伸びのポーズを行っていきましょう。お尻をかかとで手を前にねぐっと伸ばしていきます。脇腹、脇下伸ばして、腰や背中の筋肉も伸ばします。一度息をはーっと吐き出していきましょう。今日はご覧になっていただきありがとうございます。ノアチャンネルの登録ぜひよろしくお願いします。